お元気ですか？今年もまた春がやってきましたね。優しい光が冬の間固まっていた心を少しずつ少しずつ溶かしていってくれています。いろんなことたくさんあるけど、またこうやって暖かい光が空から降りてきて花を咲かせ、いろいろなものが芽吹き始める。そういえば今日ウグイスの鳴き声を聞きました。まだ下手くそですが、毎日毎日泣いているうちにきっとうまく泣けるようになるのでしょうね。日々大事に紡いでいけばきっと形になっていく。日々を大事に紡いでいけばなんとか生きていかれる。こうやってまた春が訪れてくれるから。寒さで固まった体に太陽の光が少しずつ浸透し、心まで到達してくる。じんわりとほっこりと体を温めてくれる。チクタクチクタクチクタク、少しずつ秒針の音が聞こえるようになった。チクタクチクタク、止まっていた針が再び動き出す。周りの風景は色づき始め、光が差し込み、そよ風が吹き抜ける。ああ、春だな。止まっていた心も、止まっていた景色も、ゆっくりと動き出す。ゆっくりと雪が溶け、その下から小さな花が顔を出す。空を見上げると鳥が飛んでいて、それも親子で飛んでいて、雪解けの水の音がちょろちょろ。優しい風が窓辺のカーテンを揺らし、優しい光が部屋に降り注ぐ。動き出したんだな。少しずつ動き出しているんだな。
一つの季節が終わった。だからもう涙も出てこない。ただただ風が吹き抜けていく草原を眺めながら、時について考える。時間はありがたいなって、そんな風に思う。時間は消しゴムみたいだ。窓からは柔らかい光が差し込んで、部屋の中はキラキラと光の粒が飛んでいる。